乗車ありがとうございます。うどんタクシーのさだじゅんです。今回は丸亀市にあります純手打ちうどん吉屋さんに来ました。今どんな作業をされてるんですか？うどん切ってます。そして今切り終わりました。あ、すみません。すべての作業を手でされてるって聞いたんですけど。そうですね。手というかその機械を使わずに。機械を使わずに。ね、足で踏んだり、手で混ぜたり。最初こねて。あ、そう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 。やると全部手でしてるし、切るのもこの包丁で一本一本切ってます。すごいです。おすすめのメニューは。おすすめですか、はい。まあ、正直よくわからないんで、はい、何なんですかね、よく聞かれるんですけど、はい、正直僕も、あの県外の方が来られて、まあ、大体聞くんで県外の方なんですけど、はい、あのおすすめのメニューを言うんですけど、冷たいうどんは、まあ、星があるのは冷たいうどんですって説明しました。熱いうどんの方が風味が強いですと、うん、あとはもう選んでくださいと、あ、お好みでコシが強いうどんを求められてくるお客さんもいるし、はい、いつも食べてる熱いかきうどんが、うん、いつもの店と香川県の店でどう違うんやっていうテーマで来るお客さんも多くて、はい、で、そうですね、それで、はい、で、結構回るんですけど、おすすめなんですかって言って、まあ、例えばその日やで、今日はもう部下業出てますねって言われたら、じゃあ影の熱いって言ってるんですよ聞くね結局でも一応多分その冷たいが腰が強いっていう情報がないんで、はい、あ、意外とそれ聞いて、え、そうなんみたいな感じで、もうまあ熱いうどん食べる腰ないんやけどって言われて、あ、いや基本冷たいが腰熱いって言ったら、えーとか言って、あ、そうなんですね。そうですね、そういう情報とか聞いてたら、なるほど、いいですね、はい、で、あとはもう好きなのを選んでもらう。そうですね、ほんま一人なんてね、なんかこの店ぶっかけがめっちゃ有名なんやって言いながら来るお客さんもおるし、はい、いろいろここもかけの店やってな、言うお客さんもおるんで、はい、まあ、もうちょっと僕も何をおすすめ、結構みんなね、あの期待してくることがあると思うんで、なんかそれをどううまいこと言うかが終わらないんで一応食券機には迷ったらこれっていうに、はい、温玉するけども、はいはい、なんか乗せてるうどんがみんな食べたいんですよ、はい、だけど、はい、失敗したくないんで、はい、一応肉やったら失敗したら高いしっていうんで迷ったらこれって、はい、だいたい迷った人はあれを選ぶ傾向にあるんで、あ、なるほど、一応迷ったらこれって、はいはい、してます。選びやすいです。そう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 、はい、私も今日すごい悩んだ結果、迷ったらこれっていうのにしました。迷った大体みんなそれ選びやすいんで、なんか牡蠣は何も乗ってないしみたいな、そんなんがあるみたいな。美味しかったです。ありがとうございます。はい、ネギつけますよ。え？ネギつけますよ。あ、ネクタイに。ネクタイに。あ、びっくりした。ハニー。ネクタイ、そうなんです。うどん柄なんです。